温田は、東京府南都島郡などに、かつて存在した村、及び道府と与多間群仙田谷村に存在した、大技である。1932年、この時に隣接する原宿、及び滝下町の町域と合わせて、神宮前に変わり、現在に至る。およそ、現在の神宮前1丁目、4から6丁目が該当する地域になる。 キャットストリートの愛称で親しまれる旧渋谷川、遊歩道路。この写真はちょうど、村落の中央に位置した、温田橋のあたりから北東を望んでいる。奥に、表参道の緑が見える。江戸時代の温田は、村の中央を流れる渋谷川に水車がかけられ、稲作が行われる、田園地帯であった。ただし渋谷川は、沼のある低地を流れているために、 水田の考えには使うことができず、村人は現在の明治神宮境内にある南池の水を山の手線の下を投流させて水田に引き入れていた。川筋には米の沈着をする水車家業の小屋が点在していた。一方で東寄りの大地上には松平明守る、戸田長戸守、る、水の岩見守るなどの武家屋敷も置かれていた。 明治以降には特に軍人が屋敷を構えたことで知られ、帝国陸軍大将も務めた元君、大瀬庭の邸宅もこの地の根っこ坂付近にあった。稲作も行われていた温田であるが、明治時代以降には急速に市街化が進行し、この地の水田は1909年頃には姿を消した。穏やかだの地名は1965年の住居表示の施行によって消滅したが、 商店街の名称、温田商店街や、渋谷区の施設、神宮前温田区民会館などにその名を残している。葛飾北斎、富岳十六系穏やかだの水車、文政六年間。大正時代の末頃まで、この一帯には、石田、村越、鶴田といった名前の水車が点在し、精米が行われていた。穏やかの水車は、葛飾北斎が、 名所へ揃い物、富岳三十六景の中で、第九図、穏やかだの水車として描いたことで知られている。現在では、近隣にある渋谷区立神宮前小学校の校庭に、穏やかだの水車と渋谷側の復元模型が設置されている。北斎が穏やかだの水車として描いた水車は、この小学校の近く、穏やか原橋の上流にあった。また、穏やかだに生まれ育った。 作曲家、米山正夫の作品の一つに、歌謡曲、森の水車があるが、これは、穏やか原発水車を思い浮かべながら作ったもので、あると言われている。1942年、温田神社この地が、穏やかだと呼ばれていた明治から昭和にかけて、穏やかだには、様々な著名人が居住していた。温田はもともと、温田、温田といった。地名の由来には、 田という武士に由来するという説や、田氏が隠蔽していた地を、徳川家が田と解消したという説などがある。ありがとうございます。